チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、残念な韓国の投資家、ムン大統領時代の海外不動産投資が恨め、下落急落がえぐい、についてです。早くも夏バテの気配。温かい食べ物と肉を多めにとって、頑張る予定のマリナです。なんかやばそう。韓国の投資家。本来は安全のために、リスクを分散をして、導火線が、他の火種をもらわないように、投資をするのですが、よく見たら、あれれ、不思議、どういうわけか。その導火線がたくさんの爆弾に、全部繋がってるではありませんか。これって、夢かな？いえ、夢ではありませんよ。怖いよ、怖いよ。韓国。夢じゃないよ。本当だよ。これ投資じゃないよ。投機だよ。やばいよ、やばいよ。韓国。そんなお話です。なんかワクワクが止まりません。くくく。韓国 P 投資家は、ムンジェイン時代。不動産バブルで韓国内だけの不動産投資だけじゃ物足りないので欲が出て海外にも不動産に目を向けていたんですね。それだけお金をかき集めて投資する資金があったのですね。やるな韓国。そしてじわじわその結果が出てきたということですね。おめでとう韓国。1週間前の7月20日ブルームバーグからこんな記事がありました。ロンドン、ニューヨーク、パリで大型オフィスビル投資が恨め、韓国勢落胸に。ありや、怖い怖いお話になってきました。前略。韓国の資産運用会社は近年、海外のオフィスやリスクの高い不動産ローンに数百億ドルをつぎ込んだ。新型コロナウイルスのパンデミックや、中央銀行の利上げの直前の時期だった。ロンドンだけでも、韓国企業が所有する少なくとも6件の大型ビルが売りに出されていると。売却手続きに詳しい関係者は言う。そのほとんどが、低い評価額に苦労している。中略。韓国税、5年間に欧州物件を買い取り。韓国の海外不動産投資開始は、かなり最近のことだ。2010年代の後半に、有利な為替レートと、自国で得られるよりも、高い利回りに惹かれ、過熱する不動産市場が宝の山であることを期待して、ソウルのファンドがこぞって参入した。MSCI リアル、アセッツのデータによると、韓国勢は19年の欧州の商業用不動産市場において、米国に次ぐ、域外投資家であり、同年だけで130億ユーロ、約2兆円、の取引を行った。そうだったんだ。ムンジェインのお笑い時代ですね。韓国国内の不動産だけではなく、1年で欧州、130億ユーロ、約2兆円も取引をしたんですね。こりゃ、すごい額ですね。ムンムンが国内の不動産バブルを煽ってた頃ですよね。それが今、結果となって現れてきたということです。くくく、ワクワク。17年から22年の間に、韓国の投資家は90件以上の欧州の不動産を、それぞれ2億ユーロ以上の価格で買い取った。その多くは、ロンドンのシティやパリのラデファンスにある大型ビルだった。不動産仲介のサビルズによると、両金融街の物件の価値は、この1年で 20% 余り下落した。中略。韓国の投資家にとって、市場の急落は最悪のタイミングで訪れた。韓国金融監督院のデータによれば、韓国の不動産ファンドは2025年末までに、約30兆ウォン、約3兆。3000億円が償還期限を迎える。これは全体のほぼ 40% に相当し、需要が落ち込んでいる時期に、大量の商業ビルが市場に出回ろうとしていることを意味する。ストレスにさらに拍車をかけるのは、金融機関が手を引き、借り入れコストが急上昇しているさなかに、物件購入に使われたローンの多くが、返済期限を迎えることだ。銀行は新たな融資を行う前に、家主に追加の自己資本を要求している。攻略、以上。韓国のファンドは海外の不動産投資で苦しんでいるのですね。
よく理解できました。韓国は、輸出製造業に依存する構造の終焉と、不動産崩壊に伴う金融システム崩壊が同時に直面している。このセンスの良さと、タイミング、絶妙ですね。この投資も、そろそろ退場になるみたいですね。くくく。残念な韓国 P 投資家。映画、ミッションインポッシブルの最新作見てきました。面白かった。トム、60歳とは思えない全力疾走に感嘆。早く、続きが見たいマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。